そうそう、伝えたいことのもう一つなんですけども、これは週足の話なんですけど、サンバガラスを取ったじゃないですか。サンバガラスで下髭があるって言ったじゃないですか。この下髭が出るのはどういうことかっていうとね、こう売りのポジションが決済されてるってことなんですよ。つまり売りっていうのは新規が入らない限りないんですよ、正確にありますけども、売りで取ろうとした人はもう完全に取っちゃってるんですよね、この3週間で。だから売りのポジションは溜まってないですから、どちらかというと下に行く圧力は弱いというふうに私は読みます。でテクニカル的にもそうです。それで上昇する圧力ってのは、はっきり言ってこの N の字ができるかどうかによってですね、みんなこうテイクプロフィットせずに待ってる、その圧力がどんどん溜まってくるというふうに読みます。というのが、これ決済してるとね、上髭が出るはずなんですよ。そもそもこんなに大きな陽線になってませんから、決済が入るとね、これ決済が入ってないってことなんですよ。でプラス買いのポジションを持ってる人の方がどんどん増えてるから大陽線になってるわけでしょ、そう考えていくとですね、売りの圧力はほとんど入ってないし、新規も入ってない。なのに買いの圧力はどん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 増していってるっていうのが今の状況ですから、ここから決断ですが、先ほどお話したように大胆に131円までと踏んでですね、ロスカットラインを129円の650ぐらいに設けて、あとはもう見ない、もう放置ぐらいの感覚でいいんじゃないかなと思います。もしそれがどうしても取れないということでしたら、今度は131円前後にバイでエントリーするところを持っていって、N の字の力点を超えたところでブレイクアウトしてみてください。この考え方、このいずれかのこの考え方2つで外すことはないと思います。もちろん両方外れたら大いに反省しなくちゃいけませんよ。でその場合は今私が解説した読みが違うってことですから、そしたらどこが違うのかってことを振り返っていくためにまた追加の放送をするってことになります。その時は一緒にまた考えていきましょう。どこが悪かったのかなと、下髭が出ていたんだけども新規の売りが入っちゃったとかね、それで N が壊れて、本当は1週間足が大きな大陽線になるはずだったのに半分の単なる陽線になっちゃったよねっていうふうに考えるんですよ。でもね、場数を踏んできた私が申し上げますけども、これは N を完成して131円をブレイクすると思います。ただですよ、ただ N が出たけども突き抜けるかどうかっていうのはちょっと未知数ですね。だから131円でバイを待っていると、もしかしたら131円前後でもエントリーできずに終わるか、そこで逆にエントリーする人も決済する人も出ちゃってうろうろするかっていうね、この2つですかね、ちょっと懸念はね。でも長々い完結解説になっちゃいましたね、結局はね。はい、まとめました。要点2つです。1つは下髭が出て、そして今週になったってことは下の溜まってる圧力はありません。新規で入ることはあるけどね。で2つ目はN の形をもし当てにするんだったら、131円に達するまではもうドーンと構えて倍のまま放置ですよ。その場合のロスカットラインはリスクリワード 3.1 で129円の650ということで私は行きますけどもね。ただ私はね、ポジション持ってませんから、131円をブレイクアウトすると思ってそこまで私は待つつもりですんでね、はい、そこだけ申し上げておきます。はい、以上です。